レジー・エリオット・ゲイリーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州出身の元プロバスケットボール選手で、指導者である。B リーグの名古屋ダイヤモンドドルフィンズのヘッドコーチを、務めた。1992年から1996年に、かけて、アリゾナ大学で、ルートール戦のもとで主力としてプレーし、パックマイナス10カンファレンスで2度優勝。1994年に、NCWA 男子、 バスケットボールトーナメントファイナル4に進出した。1996年の NBA ドラフトにて、クリーブランドキャバリアーズより全体56位指名を受けて入団し、1996から97シーズンは39試合に出場。翌1997から98シーズンは、サンアントニオスパーズに所属し、エイブリー・ジョンソンの控えのポイントガードとして62試合に、 出場した。このシーズンのチームメイトには、ティム・ダンカン、デビット・ロビンソンらがいた。1998年から2000年にかけて、CBA でプレーその後、2000年から2004年まで、アメリカ国外に出て、イスラエル、ポルトガル、フランス、ウクライナのチームに所属した後に引退。2004から05シーズンからは指導者に転じ、母校アリゾナ大学や、 NBDL のアナハイム・アーセナルなどのコーチを歴任。2011年7月、日本プロバスケットボールリーグの新規参入チーム、横浜 B コルセアーズの初代ヘッドコーチに就任。2011から12シーズン、チームをリーグ参入初年度でのプレーオフ進出に導き、最優秀コーチ賞を受賞した。翌2012から13シーズンには優勝を達成。 2013年7月、BJ からナショナルバスケットボールリーグに転籍した千葉ジェッツのヘッドコーチに就任。2015年6月退任、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋のヘッドコーチに就任した。2017年5月退任。ありがとうございます。